のゲスト後藤博人が作演出を手掛ける最新作スリーベルズ。上野義隆以外にも後藤博人えりすぐりの個性派キャストたちが集結しました。他の人もね、個性的というには個性的すぎるメンツ、ね、段次郎さんと仕事ができて、段次郎帰ってきたウルトラマンでしょ、だってね、幸せだ子供の頃のヒーローとね、俺の世代だとウルトラマンは誰って言われたらもう帰ってきたウルトラマン、段次郎、郷隊員、はい、郷隊員です。郷隊員の方なんですか。いや、石丸さんもお久しぶりじゃないですか。王立新喜劇に出てもらったんで、本当に仲がいいな、この人と仕事するたびに俺は元気になれるけど、大変な人です。大変な人、大変な人、じっとしてられないからね。え、ちょっと風来坊の気配があるんですか。そうだね、うん、あれケンちゃんいないなって言うと本当に天井とかにいるんだよ。こういう、こういうとこに入れちゃダメちょっと猫みたいな人でほら、ロッククライミングとかやったり、サスケとかやったりするんだよ。そうだそうだ、あれ常にああしてなきゃ生きていられない人だね岡田さんはどういうことですか。岡田光輝さんはね、前にパコと魔法の絵本っていう映画になった、その舞台版、オリジナルの舞台版の再演で出てもらったんですけどね、ものすごくね、奇人、怪人といえば怪人ですね。なんかね、食事がリンゴだけとかね力士通るみたいな。そうそうそう、お父さん、お父くんね、はい、楽しみですね。チームナックスって、まあ、大泉洋ちゃんとかと一緒の団体で、初めてですか。うん、仕事するのは初めてです。うん、で、詐欺師の役をやってもらおうと思ってるんですけど、うん、その詐欺師っぽいしたたかさを持ってる俳優を探してるところで、ズバリ確かにこの写真で見たところだと詐欺師の才能ありの顔してますよ ね。で、彼がいると札幌公演とかできんだよ、ね、確かに、まあそういうね、そう、興行としても考えないといけませんから、そう、興行であり俺らのレジャーでありっていう両面から考えるとね、男はどうしても必要。それは北海道には詳しいでしょうから、お店も、ね、お客さんも入るしね、うん、なるほど。いや、楽しみですね。楽しみですね。では後藤さん、はい、この舞台、はい、メッセージお願いします。はい、ずっとね、バカなものばかりここ最近書いてきましたが、やっと真面目に働く気になりましたとてもね、感動的な、自分で話すことができないというぐらいの感動的なストーリーが3つあります。その3つの話を同時進行で進めて、ラストシーンはたった1つという3つのベルが、1つに並ぶって、まあ、スロットマシーンなんですけどね、スリーベルズっていうのは、そのいろいろ巡り巡るけど、最後には一つにシャンと同じシーンで終わるというような、ハリウッドがバベルという映画で失敗した手法を私が成功させようという。いらん一言付け加えんでいいんですか。今なし、バベルこら、今ダメ。戸田恵子主演、今の私をカバンに詰めて、翻訳、上演台本、三谷幸喜、自分らしく生ける全ての女性に送る傑作ミュージカル。続いては戸田恵子さん主演のミュージカル、今の私をカバンに詰めてです。はい、ね、戸田さんも忙しいですよね。カバンに詰めてですか。これはだってバタフライ、ね、何はバタフライ、何はバタフライやったばっかりで、どのような印象を持ちですか。とにかくでも舞台立ってるとこを見たりすると、ものすごいその演技をしていることを楽しんでるっていうのが伝わってくる。エンジョイしてる、うん、なんかいやいややってることじゃなくて、これがしたいの、私はこの人になりたいのっていうのをものすごく楽しんでるのが伝わってくるところがかっこいいですね。武藤刑事みたいなタイプですね。それレスラーに例えなきゃいけないのかなそういうことなの。そういうことです。この番組大体そういう、あ、そうなんだ。じゃ あ割と全盛期のリッキー・スティーブ・オーズ。あ、リッキー・スティーブ・オーズ。わからへん、わからへんわ、リッキー・スティーブ・オーズ。わからへん、そんな躍動感。そうそうそう、で、今回はどんな作品になってるんですか。はい、この作品はですね、もともとはオフ・ブロードウェイのミュージカルなんですが、実は1981年に旅立て女たちというタイトルで日本でも上演されているんですね。はいはいはい。さらにこの時の主演は雪村いずみさんなんですが、戸田恵子さんも脇役でこの作品に出演されているんです。そして戸田さんはいつかこの作品に主演したいという思いをずっと持っていらして、今回なんとその夢が実現したということなんですね。さっきの大王の言葉通りですよね。やってみたいんだって思ったことが叶ったみたいな、うんうんうん、全くですね。
いやすごい、何十年も思い続けたことですね。そうなんです、もう約およそ30年ぐらいですね。はい、しかも今回はですね、新たに翻訳した脚本で臨まれるんですが、なんと三谷幸喜さんがその翻訳を担当されているんです。なんかもうゴールデンコンビですね。はい、そうですよね。三谷幸喜さん、戸田恵子さん、なるほど、何はバタフライでもそうでしたしね。そうですよね、はい、いや、しかし今の私をカバンに詰めてというこのタイトルが何かをね、例えてるんじゃなく直接的なタイトルだと面白いですよね。ほんまにカバンに詰めてってやつ、すっちゃんみたいなね。土軍曹の話だと面白いですよ。土軍曹の話土軍曹の話じゃないと思うんですよ。ではないですね。ないでしょ、うん、なるほど、面白そうだね、はい、今回はですね、うん、主演の戸田恵子さんのほか出演者の方々にお話を伺ってきています。戸田恵子熱望のミュージ、さて番組もエンディングですが、ここで陣内さんから重大発表があるんですよね。はい、もうそうなんですよ、陣内君、重大発表が。何年入るんですか。あの小林さん、僕あの刑務所入るんちゃいます。また結婚する。すいません、すいません、すいません、それやったらもっと大々的にします。なんでこのエンディングで発表するんですか。でも今度はもうちょっとひっそり結婚した方が。違いますよ、今回のあと僕ですね、うん、舞台に出演いたしますんで、皆さんぜひぜひ見てください。やめとけ。これはね、マジでやめといてもいいんじゃないですか。後藤さん、マジでね、僕もね、なんでというぐらいの今回ね、それこそコメディでもなんでもなく、ものすごいまあいいお話というか、奇跡のメロディーと言いまして、奇跡のメロディー、実話を元にした感動作で、誰が出るんですか。斉藤由貴さん主演、そして古谷一行さん、すごいね、やばいんちゃう、小村ヒロさん、うん、でこういう豪華メンバーの皆さん、お前マジでやばいんちゃう。いや、マジでやばいよ。今度もろもちなんだよ。今度セブンがいます。すげえな、俺今ウルトラファミリーがすごいんですよ。セブンの方ですか。セブンだよ、森田さん。いいな、これちょっと本当アドバイスいただいていいですか。僕本当に苦思い。無理でしょこれ。おそらく稽古場ですごいストレスを感じると思うよ、はい、そのこのセリフ変えてちょっと冗談言ってみたいみたいなのが許されないから、まね、きっとやっぱそのままでいくべき。絶対そのままでいって、立ち位置すら間違っちゃいけない。そこに立ったらだって照明が変わるし、セリフ尻をちょっと変えたらそれはきっかけで音楽と照明チェンジのセット転換のきっかけですからとか言ったら、無理やわ。なんとかデスのとこなんとかダに変えてもいけない。そうなんですか。そういうもんだよ。これちょっとだからそこでストレスを感じないように、だもう稽古後は必ず毎日飲みに行ったらいいよ。あ、でメールしますね毎回。俺は別にいいけど。いや、こんなんでしたよ、大王いて、うん、まあこれも後々ね、おいおい皆さんにもまたこれ発表していきますからね、はい、お願いします。最近では役者の仕事も増えている小林さんなんですが、うん、最後に陣内さんに何か同期としてアドバイスは、うん、お、陣内のアドバイスですか、うん、はい、トンズラから、うん、あ、そうですね、トンズラからアドバイスさせてもらうと、そうですね、まあこういう我々が、うん、マジのアドバイスするけど、うん、マジで、うん、とにかく迷惑をかけないよ。せやな、うんうん、ありがとう、マジのアドバイス。俺迷惑かけんようにやってる。とりあえずもうセリフだけはもう、ね、セリフだけは覚えておきますぐらい。あと時間は絶対守る。そう、遅刻はしない、遅刻はしない、それでいきますんで、はい、ということで代表また遊びに来てください。いつでも呼んでください。はい、じゃあ頑張ってください、舞台の方。ありがとうございます、ありがとうございました。ということで、あ、そうや、川島くんも、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。もう本当に緊張しましたけど、ね、いやいやいや、またまた来てくださいね。ぜひお願いします。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。バンピーのデビュー曲